大隅国分寺跡、石碑大隅国分寺跡、薩摩国分寺跡宮田が、岡がい跡、大隅国分寺跡の一大隅国分寺跡は、鹿児島県霧島市国部中央にある寺院跡。国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、大隅国国部総寺の寺院跡にあたる。鹿児島県中央部。 霧島市の国武市街地北部の南に開けた尾光地上に位置する。聖武天皇の御子と乗りで創建された国武総寺の遺構に否定され、付近では国マデ寺跡も想定される。近世以来の開発等で遺構の多くが失われているため、地域、仮覧は未だつまびらかでない。現在は相当、仁王像等のみを依存し、 これらや出土古河原の様相から国分寺跡であることは確かとされる。地域の想定中心域は1921年に国の史跡に指定されている。なお付近では大隅国府跡の存在も推定される。聖武天皇肖像創建は不詳。天平13年の国分寺建流の御事のりの後の創建とされるが発掘調査でも決定的な意向は 未確認であるためつまびらかでない。公認11年の公認式取税料の規定では、日向国の国分寺料の稲3万束のうち、日向国1万束、大隅国2万束とする。この記事の存在や出土瓦の様相から、見事のりから遅れる8世紀末頃の創建と推定する説がある。延長5年成立の演技式取税上では、 国分寺領として稲2万束が規定されており、日向国の負担にはよらない経済的自立が指摘される。工事元年には現在残る60相当が建てられているが、これは大隅国分寺の最高祈願と推測される。中世以降の変遷はつまびらかでないが、推移したものとみられる。宇佐美六時機隊員の所領中心では、聖夜綿具とともに、 国分寺領薩摩国鹿児島省と記載され、宇佐美六寺の神宮寺の末寺として、鹿児島省を寺領としたことが知られる。また、玄徳三年の、三ャ道元宮国領生物注文写しには、米四と二部国分守と見える。国部諸記などによれば、天文年間に上尾川村、国部六において、国分寺の寺本を継承する、相当州国分寺が再興された。 元六年間には、最後となる再建もなされている。一方で、元の地域では、江戸時代から昭和期にかけて、墓地利用されている。近代以降については次の通り。大隅国分寺跡地、跡地地域では、島津義久の国武城城下町整備に伴って、地形、町割が大きく改変されているほか、明治初年の廃物希釈での破壊、現代の宅地建設の進展によって、 移行も含めて大きな破壊を受けている。現在の史跡地の相当が立つ場所を地域中心部として、史跡地外まで広がる西方くらいの地域設定が想定されるが、決定的な移行検出には至っていない。また地域内の仮覧配置についても、移行降、疎石未検出のためつまびらかでない。現在の史跡地では60相当が立つが、 この塔は工事元年人日11月6日名を有しており、最高祈願としての混流と推測される。この塔は過去に移転した後元の地に戻されたという。また、塔の他に仁王像塔が依存する。推定地域からの出土遺物としては多数の古瓦らがあり、これらは創建期のものも含むとされる。寺跡から西に1 5トル離れた宮田が、 岡ヶ用跡では、地下式のボリガマ3基とともに2万点以上の瓦が検出されているが、軒丸瓦には、大隅国分寺跡と同伴のものが認められることから、この宮田が、岡ヶ用跡が、大隅国分寺の瓦供給用であったとされる。所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。